北朝鮮、ロシアに兵器は売らないの本当の意味。ウクライナ戦争で朝ロ関係に変化。ロシアによるウクライナ侵攻が長期化し、兵器や弾薬などロシア軍の軍事力不足が指摘されるようになった。経済制裁を受けるロシアにとって兵器などをどう補充するかが問題として取り沙汰されるようになった矢先、北朝鮮が奇妙な談話を発表した。2022年9月22日、北朝鮮の朝鮮中央通信は、国防省装備総局の副総局長が同月21日に談話を発表したと報道した。ロシアと北朝鮮が兵器取引を行っているとの情報をアメリカなどの敵対勢力が流しており、さらに国連安全保障理事会の決議違反について言いふらしているとの内容だ。今後もロシアには武器を輸出しない。今回の機会に一つだけ明白にしようと思う。我々はかつてロシアに兵器や弾薬を輸出したことがなく、今後もそのようにする計画がないということである。談話でこう述べていることが注目される。北朝鮮とロシアの間での武器取引説の噂の切っ先を制するかのような談話内容だ。今回の談話発表は9月6日にアメリカ国家安全保障会議 NSC のジョン・カービー戦略広報調整官が、ロシアが北朝鮮に対し弾薬の調達を申し入れた事実があると明らかにしたことが直接のきっかけだろう。しかし軍事面での対外関係をほとんど口にしない北朝鮮にとって談話は極めて異例のことだ。これにはウクライナ戦争によるアメリカとロシア、中国との関係変化と北朝鮮のアメリカに対する姿勢の一端が垣間見える。談話で発表された内容を真に受ける必要はない。一方で武器取引という疑惑にはノーと表明することでアメリカとの決定的な対立を避けたい意向かもしれない。北朝鮮の対外取引に詳しい古川勝久元国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネル委員はこう分析する。古川氏は、もし武器輸出が発覚した場合、武器輸出相手国はロシアではなく、自らが一方的に国家承認したドネツク・ルハンスク両人民共和国だと開き直るつもりかもしれない、とも指摘する。両国はすでにロシアが一方的に併合したが、国連加盟国ではなく、国連の制裁には該当しない、などと、法的に間違った言い訳を主張する可能性もある、と付け加える。これまで、北朝鮮の核・ミサイル開発に対するアメリカ主導の経済制裁に際して、中国とロシアは北朝鮮をかばうような姿勢を見せ続けた。露骨な制裁違反までには至らないが、人道支援や密貿易の見逃しといった形で、食料や生活必需品、原油やガソリンを北朝鮮に小規模だが継続的に支援してきた。ロシアは1991年12月のソ連崩壊と同時に、北朝鮮とは軍事協力を行わないという方針を決めたが、実際にはそれまでの援助や支援により、北朝鮮人民軍の装備はほとんどが旧ソ連製で構成されてきた。核やミサイル開発のための技術も大部分は旧ソ連からの技術を元にしたものと言える。北朝鮮はかつてソ連軍の AK カラシニコフ小銃などの消火器を製造したことがあるし、現在開発中の弾道ミサイルや短距離ミサイルはソ連製の技術を真似て開発したものだ。核開発もその原点は1960年代に旧ソ連の原子力科学者などを北朝鮮に招き研修を受け、また小型実験炉も旧ソ連が提供したのがその講師だ。この十数年、北朝鮮はミサイルや他の簡単な兵器について製造・輸出することで外貨稼ぎをするようになった。古川氏は、ロシアの兵器を元にした北朝鮮製兵器はアフリカや中東などロシア製が使われている地域に輸出されてきたと指摘する。そのため、もし現在のロシア軍が兵器の調達に困っているのであれば、北朝鮮も当然その調達先の一つとなる可能性はあるだろう。国家レベルでの協力を鮮明に。ただ最近になって北朝鮮とロシアとの関係が変化していることに注目する必要がある。例えば2022年8月15日、朝鮮中央通信は
プーチン大統領が北朝鮮との包括的かつ建設的な二国間関係を拡大すると約束したと報道した。日本の敗戦が決まった8月15日は北朝鮮にとって祖国解放記念日。この日、プーチン大統領と北朝鮮の金正恩総書記は書簡を交わし、金総書記は両国の同志的友情はより強固なものになるだろうと述べたという。書簡で金総書記は戦略的かつ戦術的な協力や支援と連帯は敵対勢力の軍事的脅威と挑発をくじくための共同戦線において新たな高い段階に至っていると指摘した。敵対勢力とはアメリカや日本、韓国などの同盟国のことだ。また、ウクライナとロシアが戦火を交えているウクライナ東部の2つの州を、ロシアがルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国として独立を承認した際、北朝鮮は両国の独立を承認している。9月30日にプーチン大統領は両国の編入を宣言した。前述の古川氏は、ロシアはこれまで北朝鮮の制裁違反について、中国ほど強くかばうことはあまりなかったし、ましてや両国間の軍事的協力関係を匂わす言及もなかった。ところが最近は両国間の安保協力や両軍同士の協力関係にまで堂々と言及するようになったとその変化を指摘する。古川氏は国連安保理での経験をもとに、以前ロシア人やロシア企業による制裁違反が指摘されるとロシア政府は安保理でその指摘に強く反発した。それを指摘した国連専門家パネルや欧米の政府を激しく攻撃したが、これは北朝鮮よりもむしろ自国の国家的尊厳を守るためだったと解説する。また安保理で北朝鮮の企業や個人の制裁対象指定が議論された際、ロシアはもっぱら中国に歩調を合わせたものの、北朝鮮をひたすら守ろうとしたといったことはほとんどなかったと古川氏は付け加える。しかしロシアはそのようなタガが外れたのかもしれない。ロシアが率先して北朝鮮を擁護する姿勢を見せるようになったのは、現在のロシアにとって北朝鮮がアメリカを威嚇する有力な材料の一つになっているということだ。核兵器、ミサイルの開発を急ぐ北朝鮮との関係強化といった北朝鮮カードをちらつかせながら、西側と対峙していく可能性が高まっている。北朝鮮とロシアの軍事的協力を注視すべき。北朝鮮は現在、関係途絶ともいえる対米関係を好転させようとはしていない。しかし、いたずらに挑発する意図はなく、今回の談話発表はその延長線上にあるのだろう。とはいえ、自力更生をスローガンに、自衛のための軍事力向上を掲げる北朝鮮としては、ロシアとの軍事的協力を深めるのは国益にかなっている。ロシアもウクライナにおける戦局が悪化し、アメリカなどの圧力がより高まった際には、北朝鮮に核、最新兵器開発などの協力を強めるというのも選択肢の一つとなる。北朝鮮ともロシアとも近い日本は、ウクライナ戦争の推移に注視すると同時に、北朝鮮との安保環境もより注意深く見ていく必要がある。